こんにちは、穴澤雄介です。このファンクラブメルマが始まった当初からですね、ずっとこの特典音声といういわゆる付録を、企画としてつけてきたわけなんですけれども、いよいよこの特典音声、今月号が最終回ということでお届けいたします。まあ、ここのところは特典音声と言いつつ特典動画になっておりましたけれども、まあでも今までいろいろな企画をやってきましたね。真面目なものもあり、とってもふざけたものもあり、いろいろでございましたけれども、でまあ時々会員の方から今月号のすごく面白かったですとかね、勉強になりましたとか、感想をいただけることもあって、まあ、そういうのがね、こうまたすごく嬉しくて、ですから私としても、まあ、この特典音声という企画が終了するのは、まあ、やはり寂しいんですけれども、まあ、でもですね、皆さん、どうか悲しまないでください。この特典音声はなくなりますが、2月1日からですね、2月1日だからもうすぐなんですけれども、2月1日から、YouTube のですね、穴澤チャンネル、穴澤チャンネルが毎日更新されます。はい、ね、毎日ですよ。まあ、もしかしたらちょっとお休みが入っている時もあるかもしれないんですけど、でも基本的に毎日更新ということでお届けしていきます。まあ、ですからね、逆にもう動画でご覧いただける機会は、チャンスはものすごく増えますからね、よかったらチャンネル登録していただいて、毎日のようにご覧いただけたらすごく嬉しいです。はい、でまあ、特典音声同様にですね、この YouTube チャンネルではいろいろな企画をですねやっていきたいと思います。今までも演奏の動画ってありましたけれども、こうちょっとね、こうクオリティの高い演奏の動画だったり、それから学校や企業で行っている講演を1回5分ぐらいに短いものにまとめて少しずつお届けしていく日があったりね、そういった真面目なものもあるかと思えば、まあ、やはりアナザーですからね、非常にくだらないのもですね、いっぱいやっていきたいと思います。すでにこの YouTube 用の撮影で始まっておりまして、今まで撮ってきた中で最高にくだらないのはですね、バイオリンってこの弓でね、弓でこう弦をこすって演奏しますけど、この弓の代わりにですね、ごぼうで弾いてみた。ごぼうですよ、ごぼう、ね、長ければいいのかみたいなね。そんなことをやってみたりとかですね、他にもちょっとあまり言うとネタバレになっちゃうんですけれども、いろいろなことをやらかしますので、ぜひお楽しみいただければと思います。でこのメルマガの方なんですけれども、特典音声という付録はなくなるんですが、その分ですね、文章としての内容をちょっと充実させてみるとか、それから、時々はこういう音声の付録もつけるかもしれませんし、あとこの YouTube チャンネル本格的に始まってきたら、この今月のおすすめみたいな感じで、動画のね、私がこれ絶対見てほしいみたいな、ものをこういくつかこう URL 載せたりとかしていきますから、決して今までより面白くなくなったとは、言わせないメルマガにしますので、というか絶対これからのがね楽しいと思います。はい、間違いなく、ですので、これからもぜひぜひお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それではですね、この特典音声最終回ということで、最後はバイオリンを一曲お届けしたいと思います。私はレパートリーの中にケルト音楽、アイルランドの伝統的な音楽というのもございますけれども、私がアイリッシュミュージックを習い始めた、20年ぐらい前ですかね、その習い始めた当初に教わった曲なんですけれども、サニーズ・マズルカという、これ最近はもうライブでは全然弾かなくなってしまった曲なんですけど、非常に私の好きな曲で、とっても素朴なんですけどね、素朴なんですけれども、こう哀愁があってね、いい雰囲気の曲なんですよ。これをこの4年間をこう思い出しつつですね、そして皆様への感謝の気持ちも込めてお届けしていきたいと思います。それではサニーズマズルカ演奏させていただきます。
いつも応援ありがとうございます。穴澤雄介でした。